早坂久之助は明治から昭和にかけてのカトリック教会の司教。先例名はヤヌアリオ。日本人として初めて司教となった人物で長崎教区司教を務めた。弟の早坂久兵衛も朝鮮のテグ教区司教を務めた。1883年9月14日に仙台でカトリックに改修したばかりの両親のもとに生まれた。第二高等学校を卒業し、 その後は、ローマのウルバノ大学に留学。1917年6月10日に主催に除海された。1920年には、中日ローマ教皇施設の秘書となった。1927年10月27日、バチカンで教皇ピオ11世により日本人初の司教に除海された。早坂司教は、アメリカ経由で日本に帰国したが、アメリカ各地で大歓迎を受けた。 ニューヨークではセントパトリック大聖堂で日本人として初めて荘厳ミサを捧げた聖職者となった。帰国後の1928年、長崎教区長に着任した。それまでパリ外国宣教会に死牧を委ねられていた長崎教区が法人死牧区となる際にパリ外国宣教会は森山神父と浦川和三郎神父を指名していたが、不協証書は 早坂神父を選んでいたのでこの指名は却下されている。長崎教区長在任中はマキシミリアのコルベ神父が聖母の騎士修道会を創立する目的で来日した時に雑誌聖母の騎士を出版する許可を与えた。その際、コルベ神父が哲学博士号を持っていることを知り、教区の長崎公共神学校で教えるよう要請した。 1934年には法人女子修道会である長崎純真聖母会を創設した。この頃にはカトリック教会の国家への忠誠を示すための飛行機の研究を目的とした長崎カトリック兵器天皇会の代表者も務めている。1937年2月5日に長崎教区長を引退し、同日にフィロメリウムの名義司教となった。引退後は 自分の故郷である仙台に戻る。1959年10月26日に76歳で死去。ありがとうございます。